こんにちは。今日の浅草ランチは天丼にします。暑いですね、毎日毎日。今日はね、食事終わったら浅草寺のところの安らぎの滝に行きますんでね、最後まで見てね。今日ちょっと観光客少ないですね。暑すぎるからですかね。左はね、朝の待ち合わせに便利なスタバですね。3割ぐらい減ってるみたいですよ。はい、飛ばしました。国際通りの方行って寿司屋通り来ました。ここからもう少しね、国際通り寄りに行きます。左はね、とんかつの織部ですね。で、ハンコ屋さんがあってここです。天丼の天屋にします、今日は。はい、入店です。今日はね、夏限定のタレ漬け大井戸天丼、細そば1人前と天丼ですね。天丼のね、種はね、穴子と、あ、これはかき揚げですね。かき揚げとエビが入ってるのかな。それと穴子1本ね。それからイカ天ですかね。あとはね、ナッパが入ってますね。広島ナッツのかな、青じそ風味らしいですけどね。はい、整いました。それではそろそろ食べましょうかね。どっから行きますかね。まずはお蕎麦でしょうね。天屋の蕎麦美味しいんですよ、これね。意外とうまいんですよ。二八だって聞いてますけどね。蕎麦だけでも食べるときありますよ。ほら、これ一人前ですよ。なんかセットのやつはね、小そばっていうかね、小さいそばがつくのがセットになってますけどね。その場合はね、1160円かな。で、これはね、大そばなんでね、1300円です。税込みね。はい、これかき揚げですね。むきエビのつまみ揚げっていうみたいですね。舞茸が入ってるんですよ。うまいうまい。うまいねー。タレはね、お好みでつけられるんですけど、一応デフォルト標準にしました。あんまりタレいっぱいつけるのはね、好きじゃないんでね。このぐらいがいいですよね。もうお蕎麦がうまいうまい。天丼って言えばね、ここじゃないんですけど、秋光ですよね。秋光でも高いからね、3000円以上しますからね、天丼だけで。五代目天丼。五代目天丼はね、映えますよね。インスタ映えするっていうね、感じですけど。まあ、ここの天丼はね、普通ですよね。普通の食事です。これ穴子です、穴子。穴子がヘナッとしてますね。まあ、ここでね、目の前で揚げてるんでね、揚げたてなんでね、美味しいですよ。それでね、秋蜜の3分の1以下ですもんね。秋蜜はそばないですもんね。天丼だけで3000いくらですもんね。まあ、味噌汁はつきますけどね。うまいね、そばはうまいね、やっぱりね。そばはね、かけってあったかい汁のね、かけもいいけど、やっぱりこう、盛りだね。一番そばの味がわかるのは。栃木、実家栃木なんですけどね、栃木の方だとね、そば文化なんですけど、このね、冷たいそばをあったかいつゆで食べるんですよ。それが普通ね、田舎そばっていう感じ。あれうまいんですよ。あと栄養もいいんですよ。そばつゆにいろんな具を入れてね、あったかいあれで。けんちんなんかもそうですけど、けんちんそばは大体想像つくでしょ。あと東京でもあるけど、鴨せいろ、あれもあったかいつゆですよね。鴨せいろで冷たいせいろってあるのかな、ちょっとわかんない。大体あったかい、冷たいそばにあったかい汁ですよね。まあ、ここのはまだね、器がちょっとお椀が大きいからいいんだけどね、
やぶそばなんか行くとおちょこですからね。おちょこで食えって。どうなってんだって。最初東京に来た時びっくりしましたよね。そばがおちょこで食うな。とっくりね。とっくりつけてね。お酒だよね。もう、おちょこととっくりお酒じゃないですか。関西の人もなんかびっくりしてたような気がしますね。関西はないもんね。あのね、お蕎麦で思い出すのはね、もう随分前なんだけど、神田で仕事してた頃ね、その飲み屋でね、居酒屋でそういう話があったんですよ。先輩がね、まあ、あの、一応あの、JR かなんかの組合の書記長だったんだね。で、結構、あの、全国区なんで、で、大きい組合じゃなく何千人ぐらいだって言ってましたからね。そんな大きくないとこなんですけど、で、結構関西とこの子も全国区で交流があるわけですよね。でね、関西の方の新人を連れてきて、まあ先輩じゃない、先輩は栃木の人なんですけど、先輩の知り合いがね、関西の人なんですけど、大阪の人。東京に連れてきて、新人をね、関西。蕎麦屋に連れてったんだ。で、蕎麦屋に連れてってね、あの、蕎麦っていうのはこうやって食うもんだっつってね、この、せいろの上からね、お酒をこう垂らしたの。シャラシャラだって。もちろんね、せいろ、底が抜けてるから、テーブル越しに、こうね、どん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 流れちゃう。膝がもうびっしゃになっちゃって。で、一応ね、言った先輩はね、もう、あの、引けないんで、そのまま食べてたら、で、そのね、新人たちもね、何人かいたらしいんですけど、同じようにやって、で、みんなびちゃびちゃになって食べてたって話。で、後で聞いたらね、関西にはね、ザルってないらしいんだよね。大体あの、丼もんらしいんだよね、蕎麦でもうどんでも。だから、今は違うかもしれないけど、その頃の話はね、それ、笑い話のように聞いてましたけど。やっぱり地方によって違うんだなぁと思って。それはね、そこがね、ザルの底が抜けてるのはね、普通だからね。びしゃびしゃになっちゃいますよ。あとね、さっきも言った通り、あの、おちょことかとっくりとかっていうのがないとかっていう話も聞きますしね。いろいろですよね。まあ、食は文化ですからね。そこの文化。だからね、やっぱりね、まあ、東京でもね、大阪へ僕も行った時は大阪に馴染んでっていう感じしますけど、最近は出張は少なくなっちゃったんでね、ほとんどないんですけど、九州行ったら九州のそのね、文化に浸ってっていうね。だから、食は個人じゃないんだよね。個人が動いたらね、その場所を動いたら場所に従っていかなくちゃいけないっていう。意外とね、まあ、職人さんなんかには多いよね。これが本当だとかね。まあ、職人さんはしょうがないと思うんだけどね、命かけてるからね。その職人ね。素人食べる方はね、柔軟にこなせないとダメですよ。まあ、とは言ってても僕も好き嫌いあるんでね。全部受け入れられるってわけじゃないんですけど、よくね、親の話はするんですよね。ホヤって、ホヤ貝ってあるでしょ、東北の方で有名だね。あれ、東京来た時、居酒屋でね、最初に先輩から食べさせられたんですよ。これはうまいから食えよって。食ったらね、まずいのなんのって。世の中にこんなまずいもんあんのかなって思いましたよ。でもね、それ何回も何回も食ってたら、1年経ったらね、大好物になりましたよ、ホヤ貝が。そんなもんなんですよ。最近ね、小学校からトラウマで食えなかった人参も、この年になってやっと食えましたけどね。今年ですよ。先月でしたっけ？あれ、人参うまいじゃん。だから、あんまりその、固執してね、頑固じじいになっちゃいけないよね。特に年取ってきたらね。はい、食べました。あと味噌汁だけね。美味しいですよ、やっぱここは。美味しい美味しい。まあ夏場ね、なんか食欲が落ちちゃうから、やっぱりちゃんと食べないとね、麺ばっかし食っていってもいけないしね。
ご飯も食わないと、炭水化物を取らないとね。炭水化物を取らないと 太っちゃうらしいですよ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。食後の散歩は浅草寺の方に向かいます。ここはね、花屋敷通りを浅草寺の方に向かってますね。静かですよね、やっぱりね。暑すぎるのかな。観光客本当に少ないんですよ、いつもと違って。今ね、だいたい2時頃なんですけどね、普通だったらワイワイガヤガヤいっぱいいるんですよ。ちょっとね、右に入ってみます。日陰の方にね。ちょっと遠回りになりますけどね、少しですよね。屋根のあるところに向かってますけどね。のんびりしたもんですね、ここら辺ね。ここら辺はね、結構古いね、お店が多いよね。ごちゃごちゃしてますよね。立ち飲みのお店も結構多いんですよ、ここら辺。この通りじゃなかったかな、あの藤棚があったんですよね。ここじゃないかもしれないですけどね。結構季節になると綺麗だったんですけどね。最近ね、見ないですね。この左前ね、ここがね、あの有名なお店です。うななっていうね、うなぎのあのおにぎり屋さんですよね。ここはね、食券買ってから3時間ぐらい経ってまた来なくちゃいけないですよね。はい、屋根のあるとこ行きました。こう左に曲がって浅草寺です。綺麗ですよね、ここは。床がね、裸足で歩けますよね。ここもね、結構な、あの何軒かあの美味しいとこあるんですよ。まあ屋根があるからね、いいよね。この左側にあるのがね、あの伸びるチーズカレーパンの店です。本店はね、あの雷門のところの近くにありますけどね。雷門の雷門柳通りだっけ、ちょっと忘れた。いろんなね、お店があって左右に。まあ有名ところだとね、こう左側に射撃場があってね。射撃場がね。で、その次が花月堂でね、メロンパンの店ね。これもね、あの、雷門の通りの、雷門の近くに本店がありますね。ここ金魚すくい屋さんですよ。賑わってますよね。ここだけ賑わってる。やっぱ暑いからこういうとこ来るんですよね。ね、少ないでしょ？浅草寺境内入りましたよ。あんま歩いてないですね。景色はいいですけどね。映像で見ればね、気温はね、伝わっていかないですからね。涼しいと思うんですけど。ね、ここからぐーっと見える五重の塔。いいですね。でね、癒しの滝がね、近くにある、そこに向かってるんですけど、もうちょい行ったところね、左に入ります。浅草寺、あの、境内、ないですけども、浅草寺の本堂行く手前をね、左に入っていくんですけど、もう少しですね、ここですね、ここの左、ここから入ります。もうあの正面左上の方ね、遠くの方にね、浅草寺の境内が見えますね、屋根がね。で、入ってって、ここにあの人工の川があるんですけど、この橋を渡って、正面はね、あの、妙好堂ですね。で、ここを右に曲がって、向かい見えるのが浅草寺の西側ですね。
そこのね、行く手前のところにね、先ほどの渡った橋の、川の橋がもう一個あるんですよ。ここなんですよ。ここね。はい、来ました。安らぎの。憩いの滝とも言ってますけどね。いいですよね。この川の流れっていうか。ほっとしますよね。それではこの辺でご視聴ありがとうございました。またねー。